皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もシャドウオブザトゥームレイダー遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この月の遺跡で謎の担当を入手したところなんですけども、敵もねすぐそこに迫っています。追ってですね、で今日一旦戦闘からスタートかななんだけども、ちょっと待ってね、そこのアイテム、あれを前回取り逃していた。拾おうかな、いけるかなこれ、どう、よし、吸い付きジャンプで、そっち、ここですね。はい、そう、この表示ね、これがねちょうど見えにくかった。さあ何でしょう、金鉱石、鉱脈や宝箱で発見される希少な金属、商人に売ることができます。換金アイテム、よし、ここ暗いな、しかしこっち側、あとそこね、それいけるかな、ちょっとやってみようか、せっかくなんで。で難易度波動、多分今回本格的な戦闘だと思うんですけど、制限があります。3つぐらいかな、縛り、まずインスティンクトが使用できないっていうのが1つ、あと自動回復がないっていうのが1つと、あとヒット確認がないっていうのが1つ、その3つですね。よし、こっからこれ、そこに行けるの、もしかしてここね、あ無理なんだこれ、となると無理じゃない、そこね、足場がない、束のナイフか、まあいいか、一旦行ってみよう。こっち突撃、戦闘じゃー。でその前にアイテム、アイテムなんかないか、一応チェックしていきましょう。ないね、よし、これどんくらい強いかな敵ね、まずそれを知りたい、見極めていきたい。姉さんの柔らかさ、さあ経験値、敵どこ、うん、で破壊可能な障壁、四角ボタン、これでぶっ壊す。さあこれの遺跡破壊いいのっけね、まあいいんでしょう。ん、外かこれ。おお、分かったよ。今夜ドミンゲスが来るんだろ。だから、ここが雨で水浸しになったら、俺が何すると思ってんだ。排水ポンプを点検するんだろうが。さあ、ステルス、下の壁。万全の状態にしておこう。で、インスティンクト。まずこいつか、やっぱり。こいつに。はい。ステルス、これ決めて。一匹だけ、うん、まずいかな、来るかな、ポンプの調子は、あ、出ない、これ来るんじゃない、いや来ないか、あとの笛、増えないか、ないね、行きましょう。エレベーター、これじゃなくてこっちか。ここいそうだな、敵。ライトの準備を手伝ってくれ。どう？いますね。オペレーションブラックアウトが始まった。労働者は誰一人生かして返すな。ああ、くそ。計画通りにやれ。周囲をしっかり守るんだ。これハードってこれインスティンクトね。使う必要あんのこれ、もしかしてない？ローク司令官がつくまでには周囲の守りを固めておこう。準備しておく。さあこれに密着する。よし。調査員が来るぞ。備えろ。でインスティンクト。これ危険度か。危険度がわかる。ただの敵の位置がよくわからんな。そこに一匹。刺さっていく？いや結構いいな。まずこいつかな。やっぱり。さあ、プレデター。はい。状況は？くそ。ほぼ終わった。心配ない。俺が直す。さあ、次、陽動オブジェクト。ドミンゲスが着いた後に待たせることになった。こいつを投げていく。そこら辺かな。はい。いってらっしゃい。何かあったような。確認する。
さあその隙にこいつやっつけて、で最後にこいついただき、 OK。 さあ全員よし。でアイテムいっぱいもらって、死体あさり、待ってね、他にはこっち、よし、回復剤、治療キット、ただメディシン24分の10、これまだ回復できないのかな。まあおいおいやっていきましょう。アイテム、アイテム他ないかな。あとこっちね、これもいけませんね。よし、さあとなったら先行こう。敵の火力な、マジでわからん、未知数だわ、食らってみないことにはわからん。さあこの上、そこにもか。さあまずはハラッパ、死体を始末するぞ。お前は警察の通信を、銃声の報告があったら知らせる。ロープと応援部隊が向かってる。到着までに準備万端にしておきたい。クソッタルの考古学者、生成したぜ。ああ、俺たちの活動を嗅ぎ回ってやがった。見つけられてよかったな、高くついたが。これ一応聞いとくね。首を突っ込まなきゃよかったんだ。よし、で、移動開始。まずこいつかな。ベースキャンプ、こんなバレんだろこれ。応援はまだか。ふざけるんじゃない。現場は確保したが、手が足りない。こいつが来る。きっと何か聞かれてる。そこね。計画の次、クソ、狩りのつもりか。で、死体を発見。あ、銃持ってんだ、やっぱり。ベースキャンプから基地へ。応答せよ。見てきた方がいいな。戦勝基地、わかるか。どうぞ。待ってね。さあ、一体化して。課長、了解です。陽動するか、そっちに。あんた、瓶は？そこか。持ってないの？おい、これ、これまずいだろ、これ。ただバレてない。あ、バレた、この瞬間にバレた。どんぐらい柔らかい。あ、これ結構柔らかいね。難易度ハード、こういう感じ。よしよし、さあ大体買った、分かった。まずこいつかな。よし、銃声の報告があったら知らせる。ロープと応援部隊が向かってる。到着までに準備万端にしておきたい。で武器チェンジ、これ待って、ね、ショットガン、あ、これ持ってるんだ最初から。あ、そう。次こいつかな。よし、でショットガン、おし。さあこういう感じ。あ、まだ来んのか敵ね。で自動回復、これありません。なんで食らってしまったらもう立ち回るしかない。頑張って終わりかな。どうで終わったら回復しますと。なるほどね。よし、最初から持ってんのか、これはだいぶありがたい。でここに瓶ね。あとこの弓矢か、背中に一発は死ななかった。頭かな多分、当てるんだったら。よし、さあ物資これもらって、ただねめちゃくちゃ無理っていうわけではなさそう。あ、ただ重装兵とかに来たらきついんだろうなこのゲームは。おい、待て、突然すぎんだろ。あ、これ強制イベントか。待ってね、あとのエイムのアシストはない。ハードはさあリロード。あとはどこにいる。そこにいる。あとの特殊部隊っぽい人、そう、いやこいつじゃない、こいつじゃない。さあヘッドショット、
で、遺品もらって、あ、来てんな。これいいね、のっけからこの戦闘。おー、これ貫通しないか。よし、やっぱ経験値が欲しい。ヘッドショットか、狙うべきはそこにいる。よし、何かぶっ飛んだ。おわっち、なんで今のフランクか。そこら辺にいるんだよな。ただ突っ込んでくとまずい。そこら辺にいる。あ、見えた。そこにいる。よし、オッケー。さあ、終わったっぽいね。で、弾薬、あのセリフを言ったら終わりっていうシステムね。アンチャと一緒か。ヘリな、ヘリの人どこ行ったんだろう。で、素材タイム、これは集めておかにゃならんよね。で、ここにも、よし、弾薬結構ありますね、ハードでも。さあ、こっち、ここに布切れ。よし、皆さんプレステ4のスパイダーマンってやってます？あれ結構高評価だよね。自分ね、ホロナイトですごい忙しくて、で、まだやってないんですけど、結構ね、やってほしいってお声をいただくんで、やろうかなっていうふうに思っています。さあ、ここで3つ、爆発物、あ、これか、あの、投げてね、で、こういうふうに撃っていく。よし、で、さらに素材と回復。よし、ララさんね、もう20代前半にしてこの重火器の扱いを、これすごいよね。もう本当に文字通りキリングマシーン。さあ、他ないかな。で、まあ、さっきのスパイダーマンの話なんですけど、アイロンさんの実況が一番しっくりくるっていう風におっしゃってくださった方がいて、でね、あれ本当にありがたいなっていう風に思いましたね。なんかそう言われるとやりたくなるね、やらねばっていう風に。さあ、特殊部隊、遺品全回収。よし、さあ、 OK です。これでいこう。もうないかな。で、こじ開ける。待ってね、こっち、ここにも多分なんかあるですね。よしよし、さあ、経験値、上は無理か。ここもな、これ敵超いそう。ショットガン17。よし、いたぞ。やめろ、傷つけるな。ララクロフト、こんな形で会うとはな。君の研究は興味深い。トリニティらしいわね。よこせ。安全な場所にある。持ってないな。まさか先を越されるとはな。鍵と箱で世界を作り変えられる。やり直せるんだ、新しい世界で。
だが箱がないなら太陽は死に世界は滅ぶだろう。嘘ね。ララ、鍵を手にして感じただろう。別に何も。津波が来るんだ。続いて多くの災害が訪れるぞ。お前のせいで。誰でもこうしたはず。まったく。鍵を手にしてお前は世界の終わりを始めた。どんなことになるか分かっているのか。錠剤は始まった。飲み込まれる前に止められるのは私だけだ。これどうなってんだ。ダムでもぶっ飛ばしたんか。さあとりあえず安全そうな方こっち。点々注意なのか。さあ川下り、渓流下り、こっち左。さあ次はこっち。ジョナどこ行った。これジョナ、さあ再び水中。これ待ってね、息継ぎ。エアポケットどうだ。あ、みんな死んじゃったんだ。こっかな。よし、さあエアポケ、よし。さあ次どっちだ。こっちか。イグジットでこじ開けて鍵か。南京錠。これショットガンはもうないの。さあ次、再び上方向。行き過ぎ。こっちか。車の中。これ割るしかない。三角。よし。さあなんとか脱出。でまたか。川下り待ってね。これいける。これよし。まずい、後ろから来る。ジャンプ。花のクレーン。よし。さあ次そっか。 OK。さあ電柱。でフック。よしよし、危ねえ。でトロフィーゲット。さあ次そっちかな多分。 OK。 壁登って。まずいな、まだか。崩れていく。こっち？これ合ってんの？待ってね、ここは若干ヒントが欲しい。動かないで。しっかり捕まって。ママ、ママ、ペペ
お子さんがいる。ああ、落っこってた。マジか。このゲーム結構容赦ないね。女子供に。行くしかない。ただ、ジョナにはすごい優しい。彼は無傷。作り変えるんだ。わからない。でもきっと何か企んでるはずよ。私のせいだわ。やつを止めなきゃ。今すぐ一緒に何とかしよう。約束する。ちょっと待って、トリニティより先に行かないと。銀の箱を見つけるの。ああ、まずはこの人たちを安全な場所に移す。箱はその後だ。やつが箱を手に入れたら安全な場所なんてどこにもなくなる。早く行かなきゃ。私だけが。君だけが何だ。全部自分のせいだと思っているのか。自分のことばかり考えすぎだ。今この人たちは俺たちの助けを必要としているんだぞ。それに手がかりはあるのか。謎かけ。魚と冠だけじゃ隠された都にはとてもたどり着けない。この人たちを助ける。その後飛行機を探す。目的地はおそらく火山なんだと思うの。銀の冠は山頂にかかる雲のことだわ。あの人たちが頭から離れないよ。かわいそうに。謎かけには双子が語らう銀の冠の山に蛇の心臓を追えとあった。双子って何かしら。嫌な天気だ。少し雨が降ってるだけよ。雲のかかった山を探しましょう。雲のかかった山見つけたとして目当ての山かわかるか。直感よ。今はそれが頼り。壁画には災害が予言されてた。あの人たちを災害とトリニティから救わなきゃ。でも勘だけを頼りに。ジョナ、あの探検を抜いた時に感じた。津波のことか。それだけじゃない。何かが目を覚ましたような感覚。非現実的な話だし信じられないと思うけど、今は私を信じて。お互い信じ合おう。おい、こっちに何か見える。本当に？
あれだわ。嫌な嵐だ。明日出直すのは。ここまで来て。奴らも乱気流じゃ諦めないか。ミゲル、着陸できそう。ああ、クワク役の近くなら。決まりね。さあ今のが冒頭のシーンで、アマゾンかペルか南米に来たのね。ドミンゲス博士、考古学者にして植民地時代以前のマヤ史の専門家、ペドロ・ドミンゲス博士。父の口からその名前を一度ならず聞いたことがあった。ジョナと一緒にコスメルに来たのも元はといえばそれがきっかけだ。博士がコスメルで行っていた発掘調査の現場は生前の父が最後に訪れた場所の一つだった。何かしら関連があるのだとしたら、それを突き止めたいと思っている。ドミンゲス博士はトリニティの地方支部のリーダーに過ぎないと思っていた。それがまさか高等評議会のリーダーだったなんて。このおじさんがボスキャラかな。ドミンゲス博士、ナイフを持っていった。さてこれどうする。銃は何にもない。これ待ってね、スキルポイント。やりたいのは山々なんだけども、キャンプがない。キャンプを出して。しかしよう生き延びたな。でジョナね、彼もぶっ飛んでいった。まあ多分無傷なんでしょう彼は。さてこれどうする。どこに行く。ミゲル、お猿さんいるけど他に何もないぞ。これワニとかいないよね、さすがに。さあこれよし、お花を摘んで使えそう、ね、あこれこっち行けるんだ。待ってね、あさらに奥行けるんだ。これまずいな。ただマップがある。なんでか知らないけどもマップはある。行っとこうかね。こっち、これ行き止まりっぽい。こっちよし、剣木。何かに使えるかも。これ何、あのここでクラフト生活を送るの。誰か誰かいる。ミラビリス、これフォーカスアイ。もうちょい見とくか。先を取って家作るか。キャンプね、テントを作るべ。もう完全にザ・フォレスト。あれ自分やったの何年前かな。多分4年ぐらい前にね、1回だけやったんだよね、ザ・フォレストアーリーアクセスで。息子を確か探すっていう目的のゲームなんですけど、なんかねそれをもうほっぽらかしにして現地民と戦うっていう、そういうゲームだった。あれ今どうなってんだろう。製品版になったのかな。多少マシになったのかな。
さて、でこっちがですね、これも無理か。誰か聞こえる？ジョナさんや、どこだい？じいさんや、ばあさんやで、いませんね。まあ、そう簡単に会わないよね。みんなどこ？そっち行ける。あとこっち、こっちも行ける。マップ、今ここですね。ちょっと待ってね。こっち。これミニマップ欲しいな。ここしよう、よし。さあ先に、こっち行って。ここがですね、意外と何にもない。繋がってんのか。こうね。よし。で、次、こっち。さあ見晴らしの丘。近づいてる。あれか。誰かいる。あそこまで行かなきゃ。まずそっち不時着。フレを目指して進め。でマップがですね、ここね。でそこに行きなさいと。行ってみようか。これ見晴らしすごいね。このグラフィック。多分ねアンチャーテッドを多少参考にしてる部分もあると思う。戦闘の感じもアンチャっぽい。今のは極楽鳥かな。珍しい鳥。よし。で、何？これ取んの？羽ですね。こっちの復元。よし。で、こっから？これそっち行けんの？そこに。行けんのか。よしと。姉さんね、ジャンプ力がすげえ。ホエザルだわ。マリオを軽く超えている。ここは敵のおっさんいないかな。さすがにジャングルだもんね。でさらに鳥の羽。よし。さあこれもらって、んそこに飛行機パーツが見える。よしと。あ、これ沼地か。よし。ん、飛行機じゃない。近くに人がいるはず。またお猿さんいるけど。ジョナ、ミゲル、聞こえる？周辺を探れ。どこにいるの？これキャンプだよね。うん、人の痕跡。待ってね。これなんだこれ。これ何？あ、カピバラだわ、多分。ここに頭があった。カピバラ的な生物。と、飛行記録。航空日誌。私たちの乗っていた飛行機の航空日誌。長期の天候予測について、ミゲルのメモがある。次の3日間は暖かく、暑く、乾燥する。最高気温は30度台前半。ほぼ晴天。降っても小雨程度。彼の記した内容を読む限り、もし大嵐に遭う可能性が半分でもあったなら、ミゲルは私たちを乗せて飛びはしなかったでしょう。けれど嵐の予報はなく、深刻な事態など予期されていなかった。さっきの巨大な氷ね、あれやっぱり天変地異か。あの洪水も多分世界が終わろうとしている。さあここでキャンプ。よし、初キャンプ。嵐でこんな被害が出るなんて思わなかった。私のせいだわ。ジョナの言うことを聞いて考えるべきだった。あの探検は取るべきじゃなかった。他に誰も傷ついていないといいけど、他のどの村も。手遅れになる前に私がこの天変地異を止めないと。さあここでようやくスキルポイント4ポイント。これを振り分けていこう。シーカーは探索及び観察能力。ウォリアは戦闘及び武器使用能力。スカベンジャーは工作及びステルス能力をアップします。で、スキルのアンロック。青、赤、緑の箱から習得するスキルを選択します。で、白い枠のスキルはすでに習得済み。暗色の箱は隣接するスキルを習得するとアンロックされます。一部のスキルはストーリーを進行するか、チャレンジ2もクリアすることで習得できます。なるほどね。まあ大体なんかファークライっぽい感じ。
さあこれでどれ取るか。4ポイント。これ難易度ハードなんでね、やっぱ戦闘かな。一応ちょっと見ておきますね。そうね、一旦まずこれかな。フォックス、敵の頭部に狙いを定めると視覚的な補助が表示されるようになります。まず一旦これを取ろう。よし。で次、あとこれかな。サーペントストライク、敵に警戒されることなくステルスキルテイクダウンを行います。これくださいな。よし。あとね、これ欲しいな。チェーンテイクダウン、サーペントフューリー、2ポイント。結構どれもいいな、これ。あとこれかな、イーグルサイト。インスティンクトの発動時に埋蔵品、モノリス、宝箱、書庫管理マップ、あとバックパックを発見できます。これもくださいな。よし。あとこれかな、ボックスドロップ。高所から落ちた時のダメージを軽減する。着地時に丸ボタンを押して転がればダメージを全く受けません。よし、受け身ですね。さあこんなもんかな。よし、結構強くなった。よしよし。で探索か。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で次回ですね、この周辺を探索していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回トゥームレイダーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。